第21課1二人はいつ釣りに出かけることにしましたか女の人は何をすることになりましたか男の人は何をすることになりましたかねえ、いつか釣りに行こうよ。いいけど、でも朝早く起きないといけないんじゃない早起きはあんまり。心配ないよ。前の晩に車で出かけるんだから。私、夜運転するのはどうも。 僕の車で行けばいいじゃないか。そうね。運転してくれるなら行くわ。次の土曜日はどううーん、その日はちょっと。じゃあ、再来週の土曜日はよし、決めた。そうしよう。私、おにぎりとジュース持っていくわ。ジュースはちょっと。わかったわかった。ビールにすればいいんでしょ正しいものはどれですか ?A。男の人が夜車を運転してくれるので、 女の人はおにぎりとジュースを持っていくことにしました。B 男の人が朝早く起きて車を運転してくれるので女の人はおにぎりとジュースを持っていくことにしました。C 女の人は朝早く起きておにぎりを作ってビールと一緒に持っていくことにしました。D 女の人は夜男の人に車を運転してもらうのでその代わり おにぎりとビールを持っていくことにしました。2<に>。女の人は夜遅くアパートの隣に住む男の人の家を訪ねました。何のために訪ねたのですかその時男の人は何をしていましたかこんばんは。今ちょっとよろしいでしょうかどうぞ。残業で遅くなりましてね。これから晩ご飯なんですよ。大変ですね、お仕事。 実は、うちのおばあちゃんのことなんですけどね。夜寝るのが早くて。おばあちゃん、もうお休みですかええー。それで、テレビの音がちょっと気になるっていうもんですから。うちのテレビ、うるさいですかええー、ちょっと。それに、野球を応援なさる声がちょっと。すみませんでした。ちっとも気がつかなくて。これからは気をつけますから。女の人は、どうして困っているのですか 正しいものはどれですか ?A おばあちゃんが夜早く寝るのでテレビをつけられなくて困っています B おばあちゃんがテレビを見るときに音を大きくするので困っています C 隣の人が夜遅く音を大きくしてテレビを見るのでうるさくて困っています D 仕事が忙しくて 晩ご飯の時間がいつも遅くなってしまうので困っています。第22課 1, 1客は何と何を買いましたかどちらも配達を頼みましたかいらっしゃい。みかんを一箱買いたいんだけど、ちょっと味見させて。はいよ。どうぞ食べてみて。甘くて美味しいだろう。そうね。 これ届けてちょうだい。大阪の親戚の家まで。じゃあ、この宅急便の用紙に記入してもらえるかな。はい。これでいい夜間配達ご希望ですか夜間配達ってこの頃は、奥さんも仕事に出ているところが多いから、昼間、誰も家にいないでしょだから夜に配達してもらうんだよ。なるほど。でもそれはいいわ。おばあちゃんがうちにいるから。えーっと、それから、このスイカもちょうだい。配達しますか いいえ、結構よ。車で来てるから。正しいものはどれですか ?A。親戚の家とおばあちゃんの家に、みかんを一箱ずつ届けてくれるように頼みました。B。親戚の家にみかんを一箱、宅急便で届けてくれるように頼みました。C。親戚の家にみかんを一箱と、自分の家にスイカを配達してくれるように頼みました。 D 親戚の家は昼間は誰もいないから夜にみかんを一箱届けてくれるように頼みました 2, 2駅員はどんな乗客と話していますかもしもしお客さん終点ですよ起きてくださいわかってるよそんな大きな声で言わなくたって歩けますか 私の手に捕まってください。平気平気。一人で歩けるから。でも、お客さんはお酒をたくさん召し上がっているようだから危ないですよ。大丈夫だよ。まっすぐ歩いてるから。トイレはここかいああ、違います。ちょっと待ってください。ご案内しますから。いらないいらない。自分で行けるから。タクシー呼びましょうかいいよいいよ。歩いて帰るから。正しいものはどれですか ?A。 乗客は電車の中で寝ていたので、駅員が切符を調べに来たのに気がつきませんでした。B。乗客はお酒をたくさん飲んで、電車の中で寝ていたので、終点に着いたのに気がつきませんでした。C。乗客はお酒をたくさん飲んで、駅のベンチで寝ていたので、駅員に起こされました。D。乗客はお酒をたくさん飲んでいて、ちゃんと歩けないので、 タクシーを呼んでもらって帰ることにしました。